ハローマーサレイチョーゴキです。今回はね、2週間か1週間ぐらい前、2週間ぐらい前かな、に行ったハードオフの購入品紹介をしたいと思います。こちらのね、1袋分買ってきたんで、1店舗ですね。で、買いました。こちら紹介していきたいと思います。はい、まずはね、こちらですね。はい、Xbox のリモコンなんですけど、Xbox で DVD とかを見る人用のリモコンみたいなんですよ。なんで、僕はちょっと使わないんですけど、はい、まあ、使わないっていうか使えないんかな、まだ今の状態ではですけど、ちょっと100円だったのでとりあえず買っておきました。これから使うかなと思いましてね。でもね、俺今ね500円で買ったジャンクの Xbox が今一つ調子悪くて、なんかついてディスク読み込むとこまで行くんだけど、ゲームが始まる直前でなんかちょっと止まっちゃうみたいな、ちょっと微妙な状態なんだよね。だからもうちょっと、なんだろう、レンズクリーナー、 DVD のレンズクリーナーとかでちょっと綺麗にすれば治るかなーなんて思って、ちょっと今やってますね。はい。ちょっと画面暗くない？ちょっと待って。こんな感じ？全然暗いね。まあいいか。うん。あ、でも今回3個だね。はい。次がね、こちらですね。前も紹介したんですけども、はい。80mm シングルっていうのかな。8mm シングルって俺は覚えてたんだけど、8センチだよね。よく考えたらね。80mm シングルっていうのかな。わかんないけど、まあいわゆるちっちゃい CD ですね。はい、なんとね、こっち側に TOKIO のラブヨンリーが入ってるんですよ。これはね、いいよ。ラブヨンリーまず普通に聞きたかったし、城島くん、城島リーダーのこのカッコつけをね、流すとかもかっこいいよな。この二人かっこいいよね、やっぱね。で、他にはね、こっち側は誰だろう、ゆき、何これ、内田ゆきか、夏いな。これも7月入荷なんだけど、だいぶ前に買ったから、ほんとこれ入荷したてに買ったっていう感じですね。はい、ちょっと見えるかな。普段とカメラが違うからちょっと見づらいかもしれないんですけども。はい、いろいろあります。ちょっと名前だけ、見えないと思うから、ちょっとこちらで読み上げていきましょう。あ、布袋寅泰ありますね。あ、高橋克典ありますね。君のキッスしか欲しくない。高橋克典、かっこいいですね。あとは、ワンズとか、長渕剛、福山慶三、知らねえ、あ、おぉ、クラス、夏の日の、1993、なんか、99.3 ってやつでしょ。あ、マッキーも入ってる。藤井フミヤ、タイムマシン。これ、なかなか名曲揃いだと思います。これはね、ちょっと、期待できますね。はい。さあ、ラストです。今回はちょっと早くないっすか。こちらになりますね。ちょっと画面に入りきるかな。はい。こちらですね。はい。マクロスって知ってます？そのマクロスプラスかなの4巻セットですね。あの、一応さ、最後まで確認したところ、こちらのね、4巻セットで、このマクロスプラスっていうシリーズは完結するみたいなんですけど、マクロスのこれ新シリーズだから、マクロスを知らないと意味ないんだけど、まあ、100円、4本で100円だったので、ちょっとここからマクロス入ってってもいいのかなと思いました。で、ちょっと購入しました。はい、マクロス。ちょっとね、マクロスとはね、昔から興味はあったのでね。はい、マクロスのビデオですね。はい。100円だったので購入しました。ということでね、ちょっと今回はね、基本的に映像が暗くなってしまったかもしれないんですけども、はい。購入品紹介とさせていただきたいと思います。以上、それ以上の機会でした。バイバイ。